日本海坂田リハビリテーション病院は山形県坂田市にある地方独立行政法人山形県坂田市病院機構が運営する病院である。1947年7月15日に坂田市豊里に設立された。当時進駐していた米陸軍第8軍山形軍西部の命令により設置されたもので会員時は公立坂田病院と称し、 太平洋戦争中に山形県鶴岡市に疎開していた日本医科大学出身の医師たちによって診療がなされ、同大学による医師供給体制は昭和40年代末まで続いた。1960年には坂田市内の社会保健病院と統合し、私立坂田病院とすると同時に現在の坂田市仙国町一丁目に本院を移し、旧公立坂田病院を と里さと部員とした。その後、1969年に現在地に移転している。2008年4月1日、私立坂田病院と山形県立日本海病院の統合再編により、地方独立行政法人山形県坂田市病院機構が発足したことに伴い、旧山形県立日本海病院と経営統合し、日本海病院は日本海総合病院となり、 坂田病院は同期校の日本海総合病院坂大療センターとなった。再編後は日本海総合病院が救急医療を含む急性期療を行い、坂医療センター久世期満性期の入院医療に特化することで、両病院の機能分担を図った。病院施設の改修が完了するまでは暫定的に診療科を分担し、 病院間のシャトルバスを運行するなどして対応した。坂大量センターでは、従来の東棟を A 棟として、改築、病棟、機能訓練室、外来、地域医療室、薬剤部、総合受付、事務部門、機械室、管理部門などを設置、B 棟及びエントランス棟を増築して、病棟、デーケア施設、栄養管理室などを設置した。施設改修完了後は、 入院医療に特化したため、外来診療は行っていない。私立坂田病院が所有する救急車2010年より、秋雨正規満盛期の入院診療に特化した病院となったため、外来診療は行っていない。ありがとうございます。